吉野城、吉野城は、吉野山一帯を指していう中世山城、日本の城のこと。鎌倉時代末期に、大東宮、森吉新能が、吉野山で挙兵し拠点とした。太平記では、金府山城とも。所在地は、奈良県吉野組吉野町吉野山。本校では、太平記に登場する、吉野城工房戦及び、昭平三年、1348年の港。 モロナオによる吉野アングルへの襲撃も述べる。奈良時代に縁の行者が開いたとされる大峰山での主言道は一時途絶えていたが平安時代に消防によって中興されて以降大いに発展した。その大峰山への入り口にあたる吉野山の尾根には数多くの寺院宝塔が建てられた。尾根沿いの地形は天然の用害、寺院宝塔は防御陣地としても使え、 吉野さんは、元来から中世山城としての性格を備えいたが、森吉親王が挙兵し拠点とすると前衛に、上類、市場を構築し、要所に、軌道や空彫りが設けられたと伝えられる。大東宮、森吉新能が、吉野山に現れるまでは、太平期間代後、大東宮熊の落ちごとで語られている。以下、抜粋して述べると、森吉親王が、 吉野山にいつ頃移ったのかは不明瞭だが、新王が吉野山から発した領事で、現行2年6月27日に泉松尾寺へ宛てたものがあり、これより前と考えられる。また、太平記では言及されていないが、吉水院、宗信法院が吉野山の大衆を説得して、森吉新王を迎えたと伝えられる。吉野城の攻防戦は太平記官第七。 吉野城軍事で語られている。以上が大平器における吉野城攻防戦の天末だが、創作や誇張の部分も含まれており、実際にどのような戦いであったかは不明瞭である。なお、作中に登場する吉野執行官菊丸は、今の金峰山寺本望付近にあった新熊の院の酒造で、全執行の地位を利用して、同じく自創派の吉水院新編。 宗信と対立し、吉野山から放築されたか、自ら手勢を率いて脱出しばく深谷を投じた人物と思われる。元広元年、1331年10月15日、楠木城攻めの軍勢、おさらぎ定直に率いられて、山和寺から進撃した武将16名中の末尾に、吉野執行の流り、これがいは菊丸であったとすると、この頃から、 すでに幕府軍に参加していたと考えられる、光明寺残編。また、楠の木合戦注文でも吉野執行の名があり、1333年、現行3年、昭亭2年2月2日に、楠の木軍に撃ち落とされたとある。この後に2月18日から始まる吉野城、攻防戦に向かったとも考えられる。また、森吉親王を装った村上吉光の首は、太平記では、 京都の九原に送られたとあるが、当地に残る公妃によれば、峰の薬師付近で敵将が改めに背首であると、見破られてその場に捨てられ、後に、里人が首を埋葬したのが、現在、村上義光の墓と伝えられる。東昇大寺の僧、寺市園、昇園、1304年、加元2年、が、吉野城陥落後50日余り後に記した、十世紀昇屋書によれば、 小京2年うるう2月1日、王道具率いる軍勢がこもる吉野へ、では入道、二道道運の軍勢数千機が攻め入り、山内の帽子を焼き、見合いかちりじりになる。その時に取られた、大東宮方の将兵120の首が、吉野川にさらされた、とある。そのため文書類は消失したようで1334年、県無元年2月に、吉水院が、紛失状を出して、 所領の確認を願い出ている。これに対して、同年9月に雑草決断書が赤芝を加えて、暴領紛失証文を出している。きちん暴領紛失証文。この証文によれば、金峰山寺の所領の確認の他に、東市、二階堂道運が数万機で、吉野に攻め入った時に、吉水井新編、宗信が、宮野、お京して、東山、吉野山が没落したこと、 京都が320万棒に乱入し資材を探し、鳥放火牢石をしたこと、吉水院をことごとく消失させられ、本尊正教以下一物も残さないようにされたこと、魔変が老齢を押して、診療を捨てて、新農家に禁止し、とある。この戦いにおける明確な被害を記したものが存在しないため、実際の被害がどの程度であったかは不明瞭だが、 紛失消文にもあるように、この戦いで、多数の吉野山の寺院宝塔や仏像が戦火で失われたようである。兼務の申請が失敗し、1336年、兼務3年に、後醍醐天皇は遊兵されていた加山の院を脱出し、吉野に逃れる。大平記、漢十八には、この時に、吉水院宗の部が、 吉野山の若い大衆三百余りを蔵王堂に集めて説得たとある。古代五天皇は、まず、吉水院に滞在し安在所としたが、手狭であったので金峰山寺、ら、蔵王堂の西にあった未成寺を改造して、皇居とした。次後も神奈川王子と改めている、吉野安宮、現在の吉野町宮跡。古代五天皇は、百三十九年、南朝、延元四年、北朝、 略王二年に、吉野の地で崩御し、後を、小村上天皇が継いだが、その後の戦いで南朝方有力武将が次々に、戦死し、1348年、南朝、昭平三年、北朝、昭和四年には、四条縄手の戦いで、楠木正重の子、楠木正幸、正行、治兄弟が、足利法の孔諸直の軍勢に打ち取られた。孔諸直は、吉野にも、 軍勢を進めると、小村上天皇は、神王、今の五上司へ移った。高ウモロナオの軍勢は、吉野山に入り、吉野暗宮に火を放ったが、風に煽られ、座王堂はじめ多くの寺院報道が焼け、吉野山市は、怪人に返したという。それまでも座王堂は、火災で何度か消失していたが、この時は再建するのに107年を要した、1455年、交渉元年に再建。 なお、現在の座王道は千五百八十一年、天正九年に火災で消失し千五百九十一年、天正十九年に再建されたものである。吉野城の全容に関しては渦を参考、現行の乱の際に構築されたと伝えられるものとして、六殿、丹寺、一の坂、以外の四つの城類と、大橋、天皇橋、または天皇橋、竹の橋、または、 城の橋の橋ががか,かった空がある。このうち一の坂は、従来の吉野山への参道の途中ということもあり、遺構は消滅している。また、空堀も車が通行できるようにするため大橋と天皇橋が、鉄筋コンクリート製の橋に掛け替えられ一部が、埋めされている。竹の橋は、完全に埋め戻されて、跡地を示す石碑のみ残っている。 なお、イーガイの城類に関しては関しては、室町時代後期、1476年、文明8年に、蓮ンがイーガイの地に一部を建て、後に、今の、本前寺を創建したが、後年にその背後にある六大山に砦を構えたとある。また、筒井巡慶による、吉野攻撃作戦では、丹治城、イーガイ城に、吉野方の武士や門と修羅が建てこもったとあり。 このうち E 外城及び本前寺は焼かれたとあり、現在に残る E 外、丹寺の城の遺構は室町時代後期に改修されたものと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。